どうも、北山水泳です。はい、素晴らしいニュースが舞い込んでまいりました。今回なんと入江陵介選手が現役を続行、そしてパリオリンピックを目指すことを公表いたしました。いや、嬉しいですね。まあ、入江陵介選手はですね、まあ、パリオリンピックを目指すということで、あと2年は最低現役を続行することが決定いたしました。まあ、インスタグラムとツイッターで公式発表していたんですが、まあ、こんな感じの文言を公式発表して、現役続行の方を発表しました。まあね、ざっくり言いますとね、まあ、東京オリンピックが終わって世界水泳でね、まあ、レベルが高いという世界大会のレベルが高い、その決勝の舞台に立てたのが非常に嬉しかったということですね。そして、まあ、その中でも、まあ、世界のレベルがかなり上がっているので、入江陵介選手自身も、まあ、日本のレベルの強化に向けて、まあ、頑張っていかなあかんなっていう感じで、この度、公式発表をした感じですね。はい。まあ、来年はね、世界水泳の福岡もありますし、まあ、ドーハの世界水泳もありますし、そして、まあ、2024年はオリンピックもあるということで、まずは、一旦は、9月の国体の出場に向けて、頑張っていくそうです。いやー、この入江陵介選手はもう、いつまで現役でやるんだって。すごいですね。まあ今回2バックよりを1、2バックを捨てて、というかまあ2バックをなくして1バックに専念して、かなり高いレベルで、レベルを上げたタイムで世界水泳来ましたけども、まあもしかすると2バックじゃなくて1バックを中心に鍛え上げていくのかもしれませんね。まあ何にせよね、僕の希望としてはもう若い選手が、入江選手を倒して、もうパリオリンピックももはやね、入江選手を倒す選手が現れて、もう入江選手がパリオリンピックに行けないと、若い選手が早すぎてパリオリンピックに入江選手が行けない、それぐらい早い選手が出てくると僕としては非常に嬉しい、ワクワクするような展開になりますので、現役の選手皆さん、入江選手すごいですけども、入江選手に負けないように頑張ってください。今回は以上です。よいしょ。